こんにちは、こんばんは。今夜の動画はがっかりドリルトップ3の発表です。お世話になっております、神でございます。今夜の動画はがっかりドリルトップ3。皆さん気になるでしょう。気になりますね。はい、発表します。ということでね、動画上は画面上ではね、トシプロとトシプロのドライバーショット、そして奥田九段とシングルマッツさんのウェッジかな、はい、をご覧いただきながら、えぐい皆さんが気になるであろうがっかりドリルトップ3なんてものをね、一個一個ちょっと言っていこうかな、発表しようかなと思いますので、いいねボタン押していただいた後に最後までお付き合いお願いします。さあ早速いきますか。気になります。気になりますか。やっぱりがっかりドリルって響きがまずいいですね。マジっすか。いや面白い。がっかりドリルはなかなか簡単に思いつきじゃないですか。だって皆さんの中でもあるんじゃないですか。がっかりしたドリル、だから簡単に言ったら、え、これ何の意味もないやんっていうドリルですよ。1個目いいですか。気になります、教えてください。1個目のがっかりドリル、ドゥルルー、三角形キープ。あー、それはがっかりドリル。まあこれだってがっかりでしょ。がっかりですね。だって WGS 連でやってなかったらみんな多分がっかりもしにかったと思う。それが当たり前やと思ってた、でしょ。でも知った以上はあれは意味がないって分かるわけじゃないということで、がっかりですよね、あれは。がっかりですね、はい、じゃあと 2個目いきます、はい、これはもう絶対みんなやったことある、はい、いきます。2個目、ドゥドゥドゥ、ハーフスイングドリル。ハーフスイング、ハーフスイング、マジで意味ないですよ、これ確かに。だって僕これ上手い人でプロ除いて、はい、プロとジュニア学生除いて、大人からゴルフを始めたアマチュアで僕これ上手い人で、あの上手い人見たことないですもん。この練習が例えば上手い人いるじゃないですか、はい、このハーフスイング、はいはいはい、確かに上手い人はいるじゃないですか、はい、実際は下手な人でしょ、確かにそうかもしれない、だって普通のスイングバグってるじゃないですか、はいはいはい、じゃあ何のためにやってんのそれって言って、っていうことで2つ目間違いないですね、これ。あ、それがっかりだな、はい、でしょ、はい、だってマスターも必死にやったでしょ。いやだってあれの延長でそうフルショットになるっていうじゃないですか、っていうの希望を持ってたのが、はい、こういう性格じゃないですか、はい、めっちゃ真面目ですから、はい、何もわかんないじゃないですか、ね、だってあれおかしいんが、ハーフスイングドリルってまずおかしいんが、フォローを出した時ってグリップヘッドへそであるわけでしょ、それがどうフルショットにつながんねんっていう、そっからフルショットでどうやってつながるって、もう引っ張り込んでるやんって思って、今思うとがっかりですね。でしょ、本当ですか。ということでがっかりドリルと2つ目がそれハーフスイングドリルですでした。じゃあ3つ目最後、はい、これ難しいよなほんまに、これ相当難しいと思う。相当難しい、これ難しい。どういう意味だ。何やろう、うん。いいですか。はい、発表して。ドルドルクローズスタンスのインサイドアウトフルドリル。あーあですね。まあまあ、あるとテーマといえば。テーマよ。はいはいはい、こうスライスみんなするから、ね、はい、でインサイドアウトに振って。で姉妹にはさ床にさティーとかボール置いてさ、あ、その通り道を作ってさ、はい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 、あれじゃないですか。見ますね。見るでしょ、ダッシュとかレッスンでやるじゃないですか、はい、え、誰がインサイドアウトに振るっていう、うんうん、エセドロー、エセドローを作り込むドリルかいやんっていう、うんうん、それフックやんけただのっていう。まあスライスを直すためって言うけど、いやそれ、うん、根本解決じゃないよって、はい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 、その場しのぎやでそれ、そうっていう、そう、だって結局それでスイングまた悪くなんねんもん、はい、っていうことで、はい、がっかりドリル、はい、ですけどどうでしたか3つ。今のはもう全部がっかりですね。なんか他もうえぐっ、えぐっ、ええ、フィニッシュで席連れてるんだどういう現象
えっ、他なんか番外編として皆さんはあったりしますか？僕も一個あるんですよ。あ、まさか。ドリルじゃないですか、はい、がっかり、はい、まあまあな値段する練習器具。あ、わかる。めちゃくちゃ、だってこっちは期待を込めて買うわけです。そりゃそうですね、はい、僕もそれはいっぱい買いました、はい、僕めっちゃ投資したんで練習器具に。まあ後悔がない、まあないっすね、ほんまないっすね。僕が勧めるあの100均の道具の方がよっぽどいいですよ。本当によっぽどいい。100均ですからね、僕が勧めるのなんか。また高いじゃないですか。そう、マジで高い、はい、意味わからへん。おかしいですよね、だって僕それあ、ちょっとこれ商品名出してしまったらなんか、商品名は言わんけど、はい、ほんまに意味がいいと思ってるやつ言いますよ、はい、ドリル、このもドリルに入ると思う、うん、その器具を使って、はい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 、バットああ、漢字3文字で書いてるバットとか売っとるやん。持ってますね。持ってるやん。ジュニア学生みんな持ってたやん。全員持ってるやん。普通に、普通に僕言ってましたもん。トシプロが来た時にはそうだよ。もう言ってへんかったけど、それまでのジュニア学生で僕言ってましたもん、本当に。それ何の意味あるんですか。で、芝居にはあれで、ゴルフやのに、トスバッティングさせてる、レッスンとかあるじゃないですか。ありますね。え、ゴルフってボール止まってるけど、でバットには重心距離がないですよっていう、はいはいはい、で、はい、動いてるボール、はい、投げられたボール打って何の練習なんねんっていう。本当っすよ。トスバッティングが上手なるだけですもんね。そう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 、野球が上手なるだけですよ。どこ求めとんと思いますよ。ひどいですね、それは。っていうことかな。そう、他なんか誰かあります？いや、今のデータと僕はハーフスイングのドリルのひどさがかなり思いますけどね。ああ、ハーフスイング、まあでもほんまにあれですよ。また別の動画でちょっとそれ言ってるやつあるんですけど、はい、アプローチはいいと思いますよ。アプローチは全然それでいいと思いますよ、はい、ハーフスイングドリルとしてやってもらっても、はい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 、大してスピンも入らんし、はい、あんま意味はないけど、はい、でもまああれ別に理にかなってないこともない。30ヤードまでやったら、はい、なるほど、はいはい、30ヤード以上は理にかなってない。あほちゃうかと思う。あれができればそのフルスイングができる。ああって言いますよね、あれ。それはもう絶対に違うことが、はい、分かってるんで。めちゃくちゃやなって思う、ね。めちゃくちゃっすね。ですね。でもそれをな教えられて、例えばね。トシプロはジュニア学生とか時代にさ、はい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 、それを教えられてきたわけやん、俺以外の今までのその過去の何ティーチングプロに、はい、なあ、もうす素晴らしいゴルフ協会のさ資格を持ったプロの人たちにそれを教えられてきたわけやん、はいはいはい、なあ、それがやで、え、何か今意味があったと思う？役立ったものは一つもない。僕一個あるんですよ、ドリルじゃないですけど、うん、なんかここに棒を置いて、ここに棒を置いて、おー、ツアースティック、そうそう、はい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 、なんかヘッドの軌道を意識して打てみたいな、ありますね。あれめっちゃやったんですけど、全く意味なかった。俺そんなおかしたことないもんな。はい、本当っすよ。それやらん方が上手なってるっすもん。がっかりドリル、はい、ということで今夜の動画はね、皆さん、トシプロのドライバーショットとマスターのアプローチを見ていただきながら、がっかりドリル、まあこれ奥田的ですからね、別に世の中がこれが正しいって言ってるわけじゃないですよ。奥田的にはこれはがっかりしたなっていうドリル、要は WGSL の見解ですわ。がっかりドリルトップ3を発表させていただきました。皆さんの中でもね、これがっかりしたわっていうドリルなんかありましたら、ぜひともコメント欄で書き込んでいただけると嬉しいです。みんなで楽しみます。みんなで楽しみましょうやね。むしろコメント欄見て。ということで、あ、コメント欄言うだってあれやで。アンチコメントのためにお前らそこブロックするからな。ということで、WGS はチャンネル登録者数を10万人目指して頑張っております。お力でよろしくお願いいたします。あと、いいね、高評価の方は忘れずに押してください。今夜の動画も長い時間お付き合いいただきありがとうございました。感謝してます。それでは失礼いたします。